羽生結弦選手の2016から2017シーズンはプレピョンチャン五輪ということで、かなり高難度のジャンプ等が食い込まれることになると予想できる。また他の選手たちも4回転を織り交ぜながら、肉体的にも精神的にもギリギリの戦いを選手たちは強いられることだろう。そのことを考えると、競技中の事故や怪我は本当に大丈夫なのか。羽生結弦選手の中国杯での事故を振り返ってみた。記事より羽生結弦選手の決断。11月8日に上海で行われたフィギュアスケートのグランプリシリーズ第3戦中国杯で、羽生結弦選手は直前の練習で中国の選手と衝突し、負傷しながら競技に挑み2位になりました。衝突の後、しばらく立ち上がることもできなかったのに、応急治療をした後、頭、顎、足などを負傷しながら驚異的な精神力で5回転倒しましたが、4回転は回りきっていて2位の成績でした。私は中継を見ていて、もう無理だと思ったのに出場し、あれだけ頑張ったことに心から感動しました。会場で見ていた人からも多くの花束が投げ込まれて感動を呼んだ様子が分かりました。確かに将来ある選手が負傷しながら滑ったのは無謀という意見があるのも分かります。それでもオリンピックチャンピオンとして人一倍責任感が強い羽生選手が決断し、コーチも体が一番大切だ、ヒーローになる必要はないと話しても、本人が出場すると決断したら支えるしかないと話していて、その通りだと思います。この決断で羽生選手やコーチを非難するのは酷だと思います。議論されているように、これを契機にフィギュアでは決まりがない、どの程度の負傷であれば出場を禁止するといった、ラグビーなどではある規則を作ることは必要でしょう。また4回転が普通のことになり、以前よりスピードが出ている中で6人が一緒に滑る直前練習のあり方の検討も必要でしょう。今回はアメリカの医師が治療をしてくれたということですが、医師の帯同も検討されているということです。このように今回の事故を前向きにルール改正などをする機会にしてほしいと思いますと結ばれているが、この事故から2年が経過したが、競技会でのスケーターたちの安全面に配慮はされてきたのだろうか。直前練習での事故がありながら、 ISU の新ルール改正では採点2についていろいろな評価をされていますが、特に気になるのは直前練習の時間である。演技前の現在6分間の直前練習がショートで4分、フリーで5分に短縮される見込みである。これは選手にとっては心理的に厳しいものになるケースもあり、焦った中での直前練習って事故が起こる可能性は高くならないのだろうか。その他、スタート前の時間は全員30秒に、演技時間の変更点では2016から17シーズンからショートプログラムがこれまで2分50秒以内だったものが2分40秒プラスマイナス10秒、2分30秒から2分50秒に変更されると聞いている。このように時間に追われる中、選手たちは演技前の調整が冷静にできるのか、試合時間短縮という方向性は本来の選手たちのパフォーマンスを下げる結果にならなければよい。また採点の評価については、平昌五輪後の2018から2019シリーズから適用見込みらしいが、得点競争に歯止めをかけ選手たちの無謀な挑戦をさせないためとも言われているが、果たしてこれは選手側の視点からはどう捉えられるのだろうか。どちらにしても大会のために練習してきた選手が最高のコンディションで演技に臨んで競い合ってほしいものだ。もう二度とはあのような事故は起こってほしくはないものだが。